80年代のあのカルチャーの豊かさはすうん。ごいなと、共産権化した西武線沿線側に1両だけの戦車回収車でなんか攻めていくみたいな。先日富野さんと対談させていただいた時におサイン付きー、サインいただいた巨砲兵器、トルハンマーとかハード砲とか、エヴァの屋島作戦とかあ、そうね。だね、あれ、エヴァが撃つ必要なくねえかとかって思うんですけど、ねえ、これからの時代は電気だ、ガガそうそうガガガーみそうたいそうそうそな。う、おめでとう、おめでとうとか、もうわけわかんないわけですよ。で、向こうで母親が唐揚げかなんかあげてる、じゅわーって音がするわけですよ。今日持ってきたのがね、走れパットンっていう、わけのわからんメーターといえばやっぱ松本メーター松本メーター。こんなとこにあるメーターどなすみたいな。そのガンダムは、あと、ありがとうございます。すごいやこつれなんはですか？あれです。先日富野さんと対談させていただいた、おこのサイン付き、ー、サインいおただいたやつで、ー、おー、ハローがついてるんですかね。そうですね。なるほど、なるほど。しかし、それ古いですね、そのガンダム。何年のやつですか？昭和61年6月30日、29版。昭和61年。はい。小説29版ってすごいでちすなみに初版が56年だから5年で29版。当時、ほら、やっぱりあれ、映画版も終わって、ガンダムの情報がちょうど切れてる時で、やっぱりこう、みんなこう、飢えて読むんだけど、読むとあまりに違うんで、みんな呆然とするっていう小説版ですよね。こっちはこっちで映像化してほしいと僕ずっと思っ面てま白す。いですよね。僕なんかよりこっちの方が良かったな。この小説版ガンダム、本当に富野さんが書いてる。もう全部書いてる。富野さん、小説すごい書くんですよ。あ、そうなんですか。ゼータも全部小説にしてるぐらいで。あ、そうです。ゼータも小説だし、だってそもそもごく最近映像化されたハサウェイはずっと前から小説になってるわけあ、確かで。になんですか。そう、閃光のハサウ閃光ェイっのてハサウェイ。僕はあれ一番好きですけどね、ガンダム。あ、そうなんですか。マルチな才能だな、すいや、でもこれもね、途中でガンダムが G3 に変わるんですよね。グレー一色のガンダム、なぜかそれは三色になってますけれども。あとこれ、前回、富野さんは最初はザクしか出すつもりがななかったかった。た。ああ、はい、はい、話しましこれ小説版だとドームまでしか出ないんですたね。リックドームだけやっぱですそうからだね。ね。ドームも出なくて、リックドームしか出てこないっていう。でも、あれでしょ、だから、それで言うと逆に富野さん、イデオンの、あれに、何でしたっけ、イデオンのデザインを示されたときに、もうこんなものは旧文明の遺物とでも考えなければ納得できないみたいなことになっていて。富野さんも言うこと結構ありますからだからもうこれは旧文明の遺物ということにするみたいな感じの切れ方をした富野みたいな何かで見たことがありますね。もともとはね、なんかあれはバスとか幼稚園の送迎バスとか消防車とかそういうふうなのが変形してロボットになるっていうね、トランスフォーマーじゃないですか。そういうそのなんていうか平和な、割と平和路線のアニメだったのが、富野さんが入ってきた時に、これは第六文明人の遺跡ですからっていうふうなことになっちゃうっていう、その、やっぱな、だから当時の関係者の話とか読むと、あれはスポンサーに悪いことしたっていう 全然思うものができ まあ、でも結果的にこう歴史に残るいいものができたからいいんじゃや、ないでだすからかね、やっぱりね、本当にすごいものを作るのは、それぐらい強引さみたいなのがやっぱりいるのかなとかね。これも高橋先生宛てなんですが、富野さんとの対談の裏話を聞きたいというコメントが来てまして。他メディアで話していいのだろう 確かに できる範囲で伺ってもいいですか？いや、なんですかね。基本的には戦争がテーマであって、ガンダムがテーマではなかったので、まあそういう話になったんですけど、僕、実はずっと、もし何か機会があったら聞いてみたいと思ってたことが一つあって、それは、要するにその宇宙に移民した人類が独立をしたいというような物語の設定だとすると、これは普通、アメリカ人が作ったら、腐敗した軍事独裁政権である地球連邦から、新進気鋭の、新進の精神に溢れた、民主主義であるところの宇宙移民者が独立する物語になるだろう、なるでしょうと僕は思って、で、そうじゃない、その反転させた図式というのが、非常にこう、まあ、なんていうんですかね、面白いとずっと思っていて、
だからこそ、その、いわゆる善と悪がものすごく相対化される物語だし、うんうん、話としてのねじれが、それこそユニコーンに至るまでも残っていくことになるんですけど、うん、なんでそうしたのか、うんうん、というところを、ついに聞けた。うんうん、で、それでどうお答えになったかということは、ちょっと、この後出るかもしれない。ここでは申し訳ない。なるほど。だからみんな勘違いしてるんですよね、根本的な。奇襲と速度が全ての作戦だった、うん、中立でなければならないって建前になってると思う。